こんにちは、辰野の八木翔雄です。今日は三木市にやってきました。三木市にある、長澤さんの道の駅三木さんの、駐車場の一角にある、三木市観光案内の、展示の看板を今撮影させていただいております。三木市についての、簡単な概略と、それから、三木の歴史についてですね、まとめてあります。まあ、三木城の跡ですとか、秀吉の本陣跡、それから湯の山街道のことや金物資料館のことや、古い、旧家の民家ですね、それから、自然の、継承地ですとか、伝統行事のイベント、お祭り、特産品について、まとめておられます。ぜひ皆さんまた、三木の方にですねお越しいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。